UX ジャーナルはユーザーエクスペリエンスって何なのってことをできるだけ分かりやすく伝えることと、それから皆さんがその自分の身の回りの UX をですね、こう上げることによってビジネスがもっとうまくいく、そして自分が働き心地が良くなるっていうことのためにいろんな情報を届けてるわけですけど、今日はですね、 UX が良いってどういうことなのっていう方の話をしようと思います。まあ、ユーザーエクスペリエンスっていうのは、そのあるプロダクトやサービスをこう買うって使うだけじゃなくて、買う前も含めて使った後も含めて、この一連のプロセスの中で良いな、いいなと思うもの、いいなと思う経験、そしてなんかいけてねえなって思う経験、この、まあ、集合のことを言うわけですけど、例えばですね、皆さんにこう分かりやすい事例を一つ紹介すると、このアップルが出すこの AirPods ですね、僕もよく使ってますけど、この AirPods の UX ってこうめっちゃいいじゃないですか。どんな風に良いかっていうと、例えばこう耳にいるだけでブーンということでノイズキャンセリングが始まり、これをクリックするだけで、電話が始められ、そして長押しするとノイズキャンセリングがオフになりますよね。だから例えば僕なんかはこう使っている時には、そのじゃコンビニに行って買い物をする時にこうグーッと強く押してレジの人の話が聞けるようにするみたいなことをやってるじゃないですか。で、思うんですけど、こういうこう画期的にいい UX の、サービスプロダクトを使うと、前のことって覚えてなくないですか。この AirPods が使ってるのが当たり前になってしまった時に、前どんな風だったっけってことを思い出せないですよね。これぐらいビフォアのことを思い出せなくなるくらいいい UX っていうのが、こう画期的な UX ってやつなんですよ。例えば Amazon なんかも分かりやすくて、 Amazon で購入するって僕らにも当たり前じゃないですか。けど、あれ Amazon ある前ってどうやって買ってたっけってことがもう思い出せないですよ。で、これもやっぱり Amazon が提供する画期的な UX なんですね。こういうふうに、今までこう経験してきたものがボンと良くなる、ボーンと上がっていってしまう、こうぐんと上がる UX の良さっていうのは皆さんもお分かりになると思うんですよ。で、これ世の中にこうすげーって言われるプロダクトとかサービスです。しかし UX っていうのは別にそう、この画期的にドーンと上がる話だけじゃなくて、じわじわと小さく上がっていく、こう小波のような UX 向上っていうのもあるわけですよ。で、その話を一つだけ例を出すと、あの Zoom ですね。Zoom は2020年の3月にセキュリティ問題がこう発覚して、で、それで本当にこうユーザーに対して良い UX を提供しようと思って、小さなアップデートをバンバン繰り返してきたじゃないですか。例えばパワポの中に自分が入れるようになるとか、セキュリティ面で言うと、そのサーバーをちゃんと、した国を返すようになって、なるとか、そういう話いろいろあるじゃないですか。で、僕が一つ最近気づいた、 Zoom やっぱすげえなと思った小さな UX の向上で言うと、ブレイクアウトルームの退出するっていう時なんですけど、まあ、ブレイクアウトセッションってこうメインルームからこう小さな会議室に分かれて、複数人、小さな少ない人数で喋りましょうみたいなやつあるじゃないですか。で、あの機能の、右下に、まあ、いわゆる退出するってボタンがあるんですけど、前は、ルームを退出するとセッションを退出する、ミーティングを退出するとセッションを退出するだったかなって書いてあったんですよ。で、これちょっと分かりにくかったわけですね。で、間違えてセッションを退出すればブレイクルートルームから抜けてメインルームに戻るのにもかかわらず、ミーティングを終了とボタンを押したい人が結構続出したんですよね。で、その結果最近のズームのアップデートでは、明確にセッションを退出みたいな分かりにくい言い方じゃなくて、ブレイクアウトルームを退出するっていうボタンに、そのボタンの表示面は変わってたんです。すげえ小さなことなんですけど、実はこれによってユーザーがいわゆる間違い、ミステークをしなくて済むようになったということ、こんなことも小さなユーザーエクスペリエンスの改善です。で、どういう人たちがこういうことをやれるかというと、日々自分がユーザーエクスペリエンスの良いものや悪いものっていうことを体験していて、これ UX いけてる、これ UX いけてないって UX の目利きができている人は、自分の今提供しているサービスが、あれ、ここの部分いけてなくない、直した方が良くないっていう不便に気づくわけですよ。てなわけで、Apple とか Amazon みたいな画期的に高い UX みたいなことの体験をまずまあしましょうと。で、その上で、こう UX が良いってどういうことなのかってことが分かってくると、そういういろんなサービスにおける小さな UX の改善ってことに気づけますよ、ということで、皆さんサクサクユーザーにどんどんなっていこうというお話でした。大切な
ものがきっとここにある。